どうもお疲れ様でございます。今回はですね、コンテンツの作り方、そしてコンテンツの作る数のことですけども、単純に言って質か量どっちが優先でしょうかということなんですよね。はい、これはですね、まあ結論言うと量が優先した方がいいと思います。なぜなら質と量というふうなね概念で捉えたときに量っていうのは一本二本三本四本五本十本というふうに。 単純に数の積み上げで比較ができるんで、数の少ない方よりも多い方が、まあ多いよね、というふうに評価できますよね。でも質っていうのは、果たして何をもって質がいいとするのかっていうのは、これね、おおよそ主観的なものであり、わかりにくいですね。まあ例えば映画を考えてみてください。映画に対する質っていうのは、まあ出来の良さとかね、 繰り返し見たくなるようなものとか多くの人が視聴して興行成績がものすごくいいものとかっていうそういうふうな測り方ができると思いますまあ映画に対して量というとパート2ができたパート3ができたっていうふうな評価かもしれませんいやでもね1万人がその映画を支持しようと10万人が支持しようと自分が個人的になんでこんな映画人気があるんだろうか全く分かんないな面白くなくて最初の5分で出てきちゃったよっていうものがあったとしたら質っていうのは 非常にですね、個人的な主観によるもので測りにくいってことがあります。だから、意図的に質の高いものって作りにくいんですよ。でも、意図的に数の多いものって作れるでしょう。うんまあ、ですので、私たちがコンテンツを作るときに意識しなくてはいけないのは、質を無視はできません。でも、私が定義する質っていうのは、問題解決が入っているかどうかってことだと思います。問題解決ね。例えば、一つの動画を作るときに、 疑問が生じましたと例えば恋愛の疑問でですねなかなか出会いがありませんどうすればいいでしょうかっていうふうな質問に対してその回答として得られる、まあ、一つのコンテンツの作り方として出会いがないいや実は出会いがあるんですよと例えばあなたは一日過ごす中でコンビニに立ち寄っていませんか歩いている時にすれ違ってる人はいませんかバス停でバスを待ってる間にそこにはあなたしかいないんですかと 全てのところに他者がいますよね。他者でいる限り、そこに出会いが存在してますよね。それをあなたが出会いと評価するのか、そこに気づかずに出会いと思っていないのかの差があるだけで、考えてみたら一日に何十人もの人との関わり接点を持ってるんじゃないですか。声をかけるかけないは別にしてね。っていうようなね、形で回答すれば、これは問題解決が一個入ってるんではないかなと思いますよね。また別の回答としましては、 マッチングアプリ使ってますか結婚相談所、そういったところに登録しますか出会い系サイトはどうでしょうか ?SNS とか、その他 YouTube にコメントを書いてみませんかとかね。すべてのところにこちらからインターネットを通じて意図的に関わりを持つこと、つまり出会いを演出することができますよね。あれだったらあなたが発信活動を続ければコメント入ってきますから、その中の出会いを求めるっていうのはどうでしょうかね。 確かにそういう出会いを求めてないかもしれませんけども、出会いがないというね、全くのゼロじゃなくって、1や2っていうものは、とりあえず気づくことができるんじゃないですかっていうふうなね、コンテンツを作ることがあると思います。さあ、量と質、どっちが大事なのか。そうですね。質は作りにくいけども、量は作りやすいということで、とりあえず量じゃないですかね。量をやってるうちに、その反応でもって、 質のの高いいいいもががだんだだんん当たりがつててくるっていう順番だと思います最初から質の高いものを作ろうと思って手が止まるよりもとりあえず何かをやってみることによって犬も歩けば棒に当たるってところじゃ余談ですけどもねまあ出会いの話をしましたけども結婚相談所のエピソードでなかなか質の高い男性がいませんっていうね女性からのクレームが入ったそうなんですよ。 でいくら紹介しても「いやこの人は年収がこの人は身長がこの人は学歴が」みたいな感じでどんどんどんね弾いちゃうそうなんですよ。もっと質ていうことだったんですけども質のいい男性はいるんですけどもその男性は男性でね質のいい女性を求めてるんでなかなか何々さんには紹介しにくいんですよ。で今回は何々さんだったらいいよっていう方をつまりはマッチングしやすい人をどんどん紹介してるんであなたの気持ちだけで 今まで紹介した人全てお会いでできるんですよっていうことでその話はねまとまっていったんですけども、うん、こう考えていくとその女性からしてね量はいっぱい紹介してもらったんだけどもその人が考えてる質には到達しなかったんですよねでもまあ質としてもゼロじゃなかったんですよ中には身長1 7 5センチの人もいたただ学歴がいまいちだった中には学歴がすごくね えー、4大卒で、えー、カンカン同率だったということもあるけども残念ながらちょっとね年収が低かったとかね、えー、そんなこともあって全部を満たす人はいなかったけども一部を満たす人はいたっていうことなんですよねつまりこういうふうに質っていうのは視聴者さんが求めているいくつかの要素のい,ついくつを求めてあの満たしているかによっても測れてくるんで質がゼロだったっていうものは逆にあんまりないと思うんですよね。ととなると たくさんの量を発信する中で、こっちとこっちとこっちのコンテンツを合わせると、自分の回答に、まあ、だんだん近くなってきたよねっていうことはできるんじゃないかなと思うんですよ。はい。えー、まあね、視聴者さんが何を求めてるのか、それは、まあ、トレンドというわけですけども、一定の傾向を持って、じゃあ、四大卒、年収400万、年齢は30代中盤みたいな感じでね、だんだんおぼろぎながら見えてくる。そんなこともあるのかなと思います。 じゃあそういう人がどこにいるのかなってところまで導けると一番いいんですけどもなかなかね条件の揃った異性ってのはなかなか余ってないっていうのが現実ですね。はい、<laughs> ということで質か量と言いますとまず量の中からね質を取り出すってことになるのはもういろんな場面でそうなんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか。それでではは今回は以上でございいますいってらっしゃい